世界196カ国。私たちが住む日本や世界の国々には、それぞれに長く深い歴史があります。皆さんも学校の日本史や世界史で、各国の古い歴史について習ってきたことでしょう。皆さんは世界最古の国といえば、どこを思い浮かべるでしょうか。ギリシャ、中国、エジプトなど、代表的な文明が起こった国を思い浮かべる方も多いでしょう。では王朝が一度も滅びていない最古の国はどこだと思いますか？実は世界196カ国の中で、王朝が一度も滅びることなく続いている世界最古の国が日本なのです。皆さんは教科書で、このような国別年表を見たことがあるでしょうか？この表を見てもわかりますが、他の国が名前を変えている中で、日本だけただ日本と表記されていることがわかります。他の国にも長い歴史がありますが、王朝が崩壊したりなど、同じ名前でも実際には異なる国であることがほとんどです。島国だということもあるのでしょうか。日本には、長期間にわたり平和状態が維持された時期が2度もあり、世界の歴史の中でもこれほど珍しい国はないそうです。また、日本の天皇家は、世界最古の王家としてギネスにも認定されています。つまり今の天皇家が、世界で一番長く続いている皇族、ということになります。日本はずっと日本なのです。なんだか当たり前のようですが、改めて考えてみると、すごいことですよね。ところで、日本はいつから日本と呼ばれるようになったのか、皆さんはご存知でしょうか。あまり考えたことがなかったという人も多いのではないでしょうか。今回は、そんな長い歴史を誇る日本という名前の成立についてご紹介したいと思います。日本が成立する前は、中国や朝鮮など大陸の人々が、日本列島の勢力のことを倭と呼んでいました。卑弥呼についての記載で有名な書物、魏志倭人伝の倭ですね。なぜ倭と呼ばれたかについては、二つの説があります。一つ目は、漢や魏の役人が勝手に作ったという説。二つ目は、我の国が変化したものという説。日本人は自分のことを我、または簡単に我と言いました。そのため、自分の国のことを我の国、または我の国などと言います。それを聞いた中国などの役人が日本を我と呼ぶようになり、それを漢字で書き表すときに、我を当てはめたという説です。倭国、倭人など言い方がいろいろありますが、総称して倭というのが日本を指す言葉でした。倭の示す範囲については、日本列島周辺のことを指していた、九州王朝のことを指していた、など様々な説もありますが、今回は、倭という記述がいつから日本という記述に変わったのか、という点に注目したいと思います。では、いつから日本と呼ばれるようになったのでしょうか。実は、日本国内では、この日から日本という国名を使用する、といった決定的な記述や資料は見つかっておらず、時期を断定するのは難しいようです。しかし、少なからず手がかりになりそうな記述を見つけることはできます。まずは、日本最古の歴史書と言われている、古事記と日本書紀を見てみましょう。古事記は712年、日本書紀は720年という同じ時代に成立したものですが、古事記では和、日本書紀では大部分が日本と記されているのです。733年に書かれた海外国記という書物には、664年に太宰府へ来た唐の使者に、日本鎮西尽くし大将軍の長を授けて返す、と
とある賞を与えたという逸文があるとされていますが、真偽は不明とされています。797年に完成した新日本書紀では、702年に東側が遣唐使を大和の国の使者としたのに対し、日本国使と主張した旨の記述があります。これに関しては、確かなものであるというのが一般的な見解だそうです。これらの日本の書物から推測すると、700年代に和から日本へ変わる動きがあったと思われますが、もっと詳しく時期を推測していきたいと思います。当時の日本について書かれているのは、国内の書物だけではありません。交流のあった中国の歴史書にも、日本の記述は散見されるのです。では、中国の資料より和から日本への変遷を見ることはできるのでしょうか。中国には古代から様々な歴史書が存在しますが、441年から513年に成立した草書までは和と表記されています。636年から656年に成立した隋書においても和と表記しているものの、日、いずるところと表現するなどして、和という表記を避けるように書かれている箇所が見受けられます。そして、句読書の統異伝において、和という表記とともに、初めて日本という名称がそれぞれ並立して使用されました。以降の新唐書や草紙、原紙、民紙などでは、日本という呼称で統一されています。合わせて三国志紀の白木本紀、文武王十年、十二月上の記述にて、和国、豪を日本に改む、自ら言う、日、いずるに近きをもって、名をなす、と記述があり、その後の交渉王七年にも、日本国史、来朝、王、数礼伝において陰見と記録が残っています。さらに2011年7月には、唐の使者として665年に来日していた百済人武将の墓誌が見つかり、その中に日本の文字が見つかったという論文が発表されました。この墓誌は678年に制作されたとされています。このことから、日本という呼称が用いられるようになったのは、中国王朝唐の時代であり、およそ600年代後期から、700年前後ではないか、ということが推測されますね。この頃日本では律令制の整備や、都城の設営などの大きな動きもありました。日本という国号を掲げたのも、このタイミングだったのかもしれませんね。しかし、そうなるとなぜ712年に成立した古事記では、和という呼称が用いられているのでしょうか。古事記は国内向けに、日本書紀は海外向けに編纂したとも言われていますが、その違いも関係しているのでしょうか。皆さんはどう思いますか？ところで、日本という国号はどういう意味があるのでしょうか。これにも諸説ありますので、一部のみ紹介します。まず、中国大陸からの視点で名付けられたという説です。平安時代初期に成立した公認式や日本書紀式においては、日本という国号は、中国から見た場合に東方、つまり日の元にある国だから、という説が採用されています。一方で、先ほども触れた隋書では、日、いずるところの天使を自称したという旨が書かれています。この日、いずるところという表現から、日本という名称がついたという説もあります。いずれにせよ、意味としては太陽が昇るところにある国、ということですね。他にも、先述した句読書には、小国の日本国が大国の和国を征服した。新唐書には、和国が日本国を併合し、日本国と名乗った、という記載があります。これは天武天皇が、光文天皇の近江朝廷を滅亡させた壬申の乱を表しているという解釈が通説とされていますが、こうも考えられないでしょうか。
新当初のニュアンスで考えた場合、当時の和国よりも日出ずるところ、日の本、すなわち東に位置していた北上の国を指して日本国とし、併合のタイミングで日本という国号となったという考え方です。もちろん推測に過ぎませんが、北上の国について興味がある方は別の動画がありますのでご覧いただければ幸いです。いかがでしたか？日本という名前はいつから使われているのか、誰が名付けたのか、どういう意味があるのか、特に意識したことがない方がほとんどだと思います。日本の国号の成立時期についてはまだまだ調査、研究が進められています。しかし、この日本という国号には世界でも稀に見る深い歴史が秘められているのですね。だからこそ私たちは歴史に魅了されるのかもしれません。